都市伝説怪異はホラー映画の夢を見るか。怪異と人間の本質的な違い、それは何だろうか。俺はコーヒーを入れ試作にふけった。違いは外見だろうか。怪異の外見は身の毛もよだつほどに恐ろしい。多くの人間があの姿に怯えることだろう。だがそれが本質的な違いかと言われればどうだろう。怪異は確かに恐ろしい外見をしているが、あくまで人間から変質したものに過ぎない。でも執着の異常性だろうか。確かに俺たちが出会った怪異はこの世界に強い未練や恨みを残していたものが多い。だが執着は生きた人間たちにもある。物に執着する人間も人に執着する人間もいる。それゆえにつきまといや待ち伏せなどの犯罪を犯す者もいるぐらいだ。怪異の外見は人間の変質に過ぎず、執着は人間にも怪異にもあること。そこに本質的な違いはない。であれば違いは能力の面だろうか。怪異には一種の霊能力、人間では考えられない力がある。自分以外のものを触れずに操ったり、人間には出せないような怪力を持っていたり、人間の身体機能を内部から壊したり止めたりする。それらの能力は脅威だが、ここ数年人間の中でも霊能力者などが話題になっている。真偽のほどは不明だが、彼らは霊にまつわる問題を解決したり病を治す力があるという。だがそんなものがなくても、人間は今や超能力に近いものを科学の力で手に入れ始めている。テレパシーがなくても携帯電話やインターネットで物理的な距離を克服できるし、怪異よりも強力な破壊能力を武器や兵器として有している。体に対する治癒や改造の医療技術も進化を続けている。人間は変わった力などなくても、誰もがそれに近い力を手に入れられる状況にあるのだ。ならば恐怖、これは人間独特だろうか。怪異が何か恐れるという状況は見たことがないが、少なくとも対峙した彼らから感じられたものは恐怖のような感情的なものではなく、恨みや執着を軸にした機械的行為に思えた。そんな怪異たちが例えばホラー映画を見て恐怖する姿など俺には到底想像できない。とすれば恐怖は人間独特の感情と思える。だがどうだろう、警察官としての経験から胆力を鍛えられた真下はあまり怖がらない。俺自身も正直怪異との対峙によって恐怖の感覚が麻痺しているように思う。先天的な障害をはじめ、克服や麻痺によって恐怖やその他感情を持たない人間は存在する。となるとやはり物理的な肉体の有無が違いだろうか。死者が怪異になる、これは間違いないだろう。肉体は魂を保護するものであり、その保護がなくなると魂が不安定になると聞いたことがある。その不安定さゆえに怪異たちはあのような姿なのかもしれない。しかし未来の技術によって人間が肉体に縛られない事態が来たらどうだろうか。いつか人間が肉体を離れ記憶や心だけで存在できる、つまりは魂だけで生きられる世界が来るとしたら、とすれば怪異は今の人類よりも先に行った存在なのか。そう、あるいは早すぎた未来人という可能性さえあるな。
もしもあのソファーに今もあいつがいて、この話をしたら何と言うだろうか。そうだな、次にメリーが目覚めた時に議論してみるのも悪くないかもしれない。だから貴様の周囲には闇がまとわりつく、そう言ったのは真下だったか。死者と生者は相入れない、交わる先には常に闇が待っている。確かにそうかもしれない。だがそれでも俺は